皆様、こんにちは。本日はフルエンスアナリティックスがバイオファーマ業界向けに開発いたしました新しい分析ツールアージェンについてご紹介いたします。タンパク質や核酸などの生体高分子は3次元の形をとる複雑な高分子です。生体高分子が治療薬として使用される製剤において 活性分子が凝集しないままの状態にあることが望まれます。しかし、治療薬が実際に使用される環境、特に温度、攪拌やその他の化学物質の関与といったストレス要因の存在下では、常に生体高分子が凝集する恐れがあります。新しい治療法において大きな役割を果たしている、モノクローナル抗体のような新しいバイオ医薬品の開発において、 生体高分子の安定性並びに業種を引き起こす要因を理解することは極めて重要です製薬業界の各メーカーは新製品を可能な限り瞬足かつ安全な方法で開発し互いに競争していますこの熾烈な競争の裏には数百または数千の新しい製材の瞬足なスクリーニングが必要であり 製剤において生体高分子がが最大の活性を発揮すする必要がありますタンパク質などの生体高分子がその最大の活性を維持するには安定性を保ち凝集を防ぐことが肝要です現在使われているサイズ排除クロマトグラフィー SEC などの分析法は感覚的な測定により凝集の状態をモニタリングします ここれにには多数ののサンプルルを取り、り SEC のゲルカラムに通すす。とが必要で、でかなな面倒な作業ですしかももっと問題なのはカラムを通過すること自体が分子間の凝集を緩める効果がありこの手法では間違った測定値が出る可能性がありますしたがって生体高分子の凝集をリアルタイムで捉え貯蔵または服用の環境を正確に再現できる非侵入的な分析技術が期待されています。 現在、アージェンというツールがそれを可能にします。アージェンは使用により8個または16個の測定セルに製材溶液をチャージして、それぞれ温度、干渉液またはその他の化学物質の存在、核反の有無など、それぞれ異なる条件下で凝集の進行を図ることができます。測定結果は各サンプルごとにリアルタイムで記録され、 あるサンプルの凝集が許容できないレベルに達したとみなされたとき、そのセルを引き出して別のセルに置き換えることができます。このように、結果の良くない製材を候補から逐次除外しながら、非常に効率的なスクリーニングを進めることができます。アージェンは性的光散乱の原理を応用し、絶対重量平均分子量 MW により凝集の進行をリアルタイムで追跡します。 温度や攪拌などのストレス要因の影響は個別に追跡できます。この優れた解析機能により、アージェンは希望の条件での業種のキネティックスを明瞭にすることができます。また、この測定法は業種以外にバイオポリマーでよく見られるデグレデーションや加水分解などの現象にも適用できます。アージェンは個々のセルにレーザー光線を当て、 90度の散乱光を電圧信号に変換することによって機能します。このボルテージ信号から絶対ポリマー分子量 MW を算出するためには物理理論を適用するため、溶液は十分に希釈されていなければいけません。前日のようにこのデータは各測定セルについてリアルタイムで収集され、溶収率を時間に対して追跡し、 異なる条件でのグラフアージェンで使用されているこの独特な技術は日本を含み各国で特許により保護されていますさてここで応用例を一つご紹介いたします目的はモノクローナル抗体製剤の耐熱安定性を理解するという典型的なケースです もし製剤中のタンパク質分子が凝集してしまえば、その治療効果が大幅に減少しますしたがって製剤が貯蔵中または服用中に巡り合う温度範囲にわたり、凝集の有無を理解することは非常に重要ですグラフの縦軸は測定された絶対分子量の天然、つまり非凝集状態のタンパク質に対する比での正規化分子量を示しています この製剤の凝集挙動は5 0度 c から8 0度までの様々な温度で約3時間にわたり測定されました。製剤は5 0度 c でも良好な安定性を示しますが、凝集曲線が立ち上がる時間は8 0度 c ではわずか1分程度で明らかに許容できません。このような測定は多くの場合、冷凍庫温度から行われるのが普通です。この例では、 業種の挙動を10ケースの異なる条件下で追跡しましたが、早期に失敗したサンプルは他のサンプルに全く影響を与えることなく、新しいサンプルに置き換えることができます。簡単に要約しますと、アージェンは生体高分子へのストレス要因の影響を早期に検出することによって、瞬足かつスマートな製品開発を可能にします。 アージェンはバイオポリマーの製材の選択を大幅にスピードアップすることができ、新製品の開発に大きく貢献できます。ご視聴ありがとうございました。